この度はおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今のお気持ちは。いやあのそうそうたる面々の中にいていいのだろうかと少し困惑するようなラインナップだったんですけど、あの無事に終わってほっとしています。着心地はいかがですか。あの私はオニキスっていうの魔除けをいただいて、あのなんかメッセージ性を感じるんですけれども、あのすごくいい1年になりそうです。魔除けであのピンクサファイアとかダイヤモンドもあしらわれてるんですけど、結構そのオニキスの主張があっていかがでしょうか。何か避けたいものがあるとかある。そうですね、私が選んだわけではなくて、あのこれは運営の方からあの授かったものなんですけれども、どうして私のもとに魔除けが来たのかっていうのはちょっとわからないです。本当にまだ馴染みがなくて、ただここ数年でいわゆるハイジュエリーみたいなものを自分で購入したりしていて、何どんなものなんだろう。リングですね、はい、なんかリングはもらうものだと思っていたんですが、自分で買った方が気に入ったものも手に入るし、あの自分の力で稼いで自分で買うっていうことに喜びを覚えています。素敵な方からプレゼントっていうのは何ですか。あの久しくいただいてないですね。この後も予定はあるといいんですけどね。なんかあの今年はあのこうやって1月にベストドレッサー賞ベストジュエリー賞をいただいて、あの今ちょうどドラマで宝石を題材にしているものを撮影しているので、なんだか特別なジュエリーと縁がありそうな1年になりそうだなと思っております。今年の抱負はもう37になる年なので、そうですね、でもお芝居においてはまだまだ未熟者で、あのこれからもう少し胸を張って俳優と名乗れるように一歩一歩着実に歩んでいきたいと思っています。来年では結婚とかに覚えてないのか。どうでしょうね、あの本当にいつ何があるか分かりませんから、あのあるかもしれませんので、温かく見守っていただかないことには始まるものも始まりませんので、あの初回のデートで取られちゃうとね、なかなか発展しづらいですので、あの見守っていてください。この時は婚約指輪も見せてください。ぜひぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにそのドレスは田中さんがご自身で選んだんですか。そうです、はい、スタイリストさんが2種類選んでくださって、あの皆さんとのバランスを考えて、でもなんか背中が空いているものだったのでしっかりトレーニングで仕上げてました。はい、ありがとうございます。